漫画でわかる陸上貨物運送事業の安全衛生。今日は陸上貨物運送事業の安全衛生について学んでいこう。社会を支える素敵なお仕事ね。そうだね。お客様の荷物を的確に届ける責任重大な仕事だね。物流も増えているからすごく忙しい印象があるわ。じゃあ労災の発生状況を見ていこう。はーい。労災の主な原因を見てみよう。墜落、転落が最も多いんだね。そうなんだ。例えば墜落、転落の場合、トラックの荷台で荷物を積み下ろすとき、足を踏み外して転落したり、荷台の上で崩れた荷物を支えようとして一緒に転落してしまうといった事故が起こっている。荷台は高さがあるし、重い荷物を積み下ろすこともあるから危険ね。物流が増え、一度に運ぶ量も増えていることも一因だろう。どうすれば墜落、転落を防げるのかな。本人の注意はもちろん、決められたルールや作業手順を守ることが大事だよ。たくさんのルールを覚えるのは面倒だな。要は転落しないように気をつければいいんでしょ。ルールを守ることは自分だけでなく周りの人が怪我をしないためにも重要なんだぞ。はい。次に動作の反動、無理な動作、重い荷物を持ち上げるときや運ぶときに腕や肩、腰などを痛めてしまう。特に重い荷物を持ち上げようとするときに腰痛を起こしやすい。怪我をして働けなくなると家族も心配するし、収入面でも困るわ。だからこそ普段から気をつけて行動することが大切なんだ。重い荷物を持ち上げるときや運ぶときには正しい方法で行おう。正しい持ち方、運び方は転倒防止にもつながるから重要だね。転倒はどういう時に起こるの？例えば一度に多くの荷物を運ぶとき、足元の段差が見えずにつまずいてしまう事例がある。なるほど。おお。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1。この荷物は軽いぞ。早く作業を終わらせちゃおう。あ、脚立を使って上り下りしなさい。危ないわよ。な、はい。今日は荷物が多いから急がないと。よっ、まだ。大丈夫？大した怪我はなさそうでよかったけど、脚立を使っていなかったわね。はい。荷台からは絶対に飛び降りない。脚立は墜落を防ぐためにあるのよ。すみません。あ、崩れる。うわー、すごい音がしたが大丈夫か？なんとか。これがもし重い荷物や鉄材だったら大怪我になっていたかもしれないんだぞ。はい。そもそも荷物が倒れたのは積み方が悪かったからだ。え、積み方ですか？荷物がずれて積まれていたからバランスが崩れたんだ。荷物が崩れにくい積み方をするのも安全への第一歩だぞ。隙間を少なくしたり、重いものを下にして安定性を上げる。重い荷物はベルトで、
不安定なものはフィルムで固定する。それでも荷崩れが起こってしまったら止めようとせずすぐ逃げること。はい。よし、作業に戻っ…どうした？まさかどこか怪我を？いえ、ことの重大さに気が遠くなりました。今さら？まあ、無事で何よりだわ。ケース2。任される仕事も増えたけど、もっと先輩たちの力になりたい。そうだ、今日は荷物が多いですね。手伝いますよ。トラックの荷物は俺が下ろすから脇で待ってて。遠慮せずに任せてください。このまま引っ張って、助けて。何やってんだ。後ろ向きに引いたからストッパーが見えなかったんだな。テールゲートリフターへの移動はストッパーが設置してあることを確認し、前が見える状態で周りをよく見ながら押す。荷物をストッパーにかけて動かないことを確認してリフトを下げる。そして運搬スタッフに引き継ぐんだ。ここまではドライバーの作業だから、ロールボックスパレットを倉庫の中へ運んでくれないか。はい。今度こそ頑張るぞ。ちょっと待って、作業手袋をしていないし安全靴も履いていないじゃないか。後で持ってきます。危ないぞ。いった！行ったそばから。荷物が重くて勢いを止められなかったです。作業手袋をつけていれば手を守れたぞ。しかも滑りにくく加工されているから操作もしやすいんだ。安全靴はキャスターなどからつま先を保護してくれるし、靴底が滑りにくいからしっかりと地面を踏みしめることができる。安全な作業のためにも必ず身につけること。そして何よりロールボックスパレットを正しく操作することが大切だ。まずは本体の点検。キャスターの動きよし。必ず両手で操作。動かすときや停止させるときは膝をしっかり曲げる。このとき進行方向側の枠は持たないように。ルールを守って安全に作業してくれ。俺の手伝いは？ケース3。この荷物はどこに運べばいいですか？送付先ごとにパレットに乗せ替えておいて。これ結構重いわね。これは台車で。昨日から腰に違和感があるんだよな。でも早く運ばないと。ちょっと重いけどこれを向こうのパレットに。腰を痛めた。どうしたの？固まって。なんでもないです。でもこのくらいならまだ作業できる。この荷物は向こうに止まってるトラックに運んで。トラックはあれか。急げ。あ、いった。どうしたの？立てる？何の音だ？床が濡れてて滑りました。腰を強打。しばらくは安静にするように。今回のような事故を起こさないためにも、まず重い荷物を運ぶときは台車やフォークリフトを使うこと。職場における腰痛防止対策指針によると、男性の場合体重の 40% より重いものは人力で運ばない。女性の場合は体重の 24% より重いものは人力で運ばないとされている。
普段からストレッチをするのも効果的だぞ。そして倉庫内の作業ルールを守ることも大切だ。倉庫内では走らない。両手に荷物を抱えて階段を上り下りしない。高いところから飛び降りない。これらを守れば腰痛だけでなく様々な事故を防ぐことができる。俺全部やったな。それでも作業中体に違和感を感じたらすぐに報告すること。何かあったら家族が悲しむぞ。気をつけます。あちゃー、危険は意外と身近にあるってことがよくわかっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。陸上貨物運送事業で気をつけたいポイント。1. トラックの荷台での作業。トラックの荷台に上り下りするときは脚立などの昇降設備を使いましょう。 2. ロールボックスパレットへの挟まれ。ロールボックスパレット使用時は安全靴や作業手袋などの保護具をつけましょう。 3. 腰痛。重い荷物は無理せず台車などを使って運びましょう。 4. 倉庫内での転倒・転落。倉庫内では走ったり高いところから飛び降りないようにしましょう。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、ルールを守って毎日頑張るぞ。陸上貨物運送事業、こんなことにも注意しよう。安全健康のためのヒント。1. 正しいロールボックスパレットの使い方。押し、最も基本的な操作方法。力を入れやすい姿勢で操作できる。引き、狭い場所でもコントロールしやすく、作業者が進行方向側に立つため第三者への接触リスクが低い。横押し、ロールボックスパレットの横について押すことができるため操作性が良く前方の見通しも良い。引きは手動で、途中から横押し、押しを併用し必ず両手で操作する。 2. 荷物の正しい積み方。作業者の目の高さより高く積載しない。3. 熱中症、倉庫内または屋外での熱中症に注意。